渡辺天音12月11日台は、日本の政治家。立憲民主党所属の衆議院議員、立憲民主党幹事長代行。総務副大臣、防衛副大臣、民主党選挙対策委員長、国民運動委員長、幹事長代行、国民民主党副代表、安全保障調査会長、静岡県議会議員等を歴任した。静岡県沼津市で生まれ、 沼津第二小学校、沼津市立第一中学校、静岡県立沼津東高等学校、早稲田大学政治経済学部経済学科を卒業した。総大卒業後の1987年に読売新聞社へ入社するも、1990年11月に退社した。1991年4月に静岡県議会議員選挙に、 民社党公認で立候補して初当選する。民社党回答後の1995年に無所属で再選されるが、1996年に2期目の任期、途中で辞職する。旧民主党決闘に参加し、第41回衆議院議員総選挙に、同党公認で静岡6区から立候補して初当選する。以後、静岡6区で連続8回当選する。 2009年9月に発足した、鳩山幸男内閣で、総務副大臣に任命され、菅直人内閣まで務める。2010年9月の菅直人第一次、改造内閣発足に伴い退任し、民主党選挙対策委員長に就任する。2011年1月の党役員人事で、選挙対策委員長を退任して、民主党国民運動委員長に就任し、 衆議院厚生労働委員会で筆頭理事を務める。2011年民主党代表選挙で前原政治の推薦人に名を連ねるが民主党代表は野田義彦が選出された。9月に野田内閣で防衛副大臣に就任する。2012年1月の野田第一次改造内閣発足に際し、前年に参議院で 問責決議が可決された防衛大臣の市川康夫の後任に名前が挙がったが、後任は田中直樹が任命され、渡辺は防衛副大臣に留任した。2012年6月に発足したのだ第二次改造内閣で初の民間人閣僚たる防衛大臣森本里氏のもとで防衛副大臣に留任した。 2012年10月の野田第三次改造内閣の発足に伴い防衛副大臣を退任した。12月の第46回衆議院議員総選挙後、衆議院議員運営委員会の野党側筆頭理事に就任した。2014年1月に民主党幹事長代行に起用されて9月に幹事長代行職が廃止されるまで務めた。2017年10月の 第48回衆議院議員総選挙に希望の党公人で出馬し、8回目の当選となる。総選挙後の特別国会で、非議員の小池百合子代表に代わり党の主犯指名選挙の候補者となり、衆議院で51票、参議院で3票を、それぞれ得たが、選挙で両院ともに自民党総裁の安倍晋三が指名された。十一月の希望の党共同代表選挙後の 党役員人事で外交安全保障調査会長に就任した。2018年5月7日に民進党と希望の党の合流により決闘された国民民主党に参加して同党の副代表に就任した。2020年9月国民民主党の分党による立憲民主党との合流に伴い立憲民主党に合流、同党幹事長代行に就任した。 2012年6月2日、アジア安全保障会議にて、アメリカ合衆国国防長官レオン・パネッタ、オーストラリア国防大臣ステファン・スミスと2012年9月2日、静岡空港にて、陸上自衛隊陸上幕僚長、君塚英二、静岡県知事、川勝平太らと、静岡県総合防災訓練に参加。ありがとうございます。